アイリーンド南城占領は四国同盟戦争中の1719年に起きたジャコバイト放棄での戦闘。イギリス船3隻で構成された偵察艦隊はスペインで占領されていたスコットランド西海岸のアイリーンド南城を攻撃した。海上からの砲撃の後、艦隊は上陸して城を強襲、守備軍を降伏させた。その後アイリーンド南城は爆破された。 スペインのジュリオ・アルベローニス・ウキ教が、アルベローニ計画を立て、ジャコバイトとハイランド地方における、ジャコバイトの味方を支持、ジョージ一世を排位して、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートを大いにつかせようとした。これにより、スペインは、スコットランドに、海兵隊300人と、第10代マーシャル・伯爵ジョージ・キースなどジャコバイトの、指揮官をスコットランドに上陸させた。スペイン軍は、 放棄を支援するためにシーホース橋の住処の一つであるアイリーンド南城に駐留軍を配置した。1719年5月の初め、王立海軍は偵察のために船5隻を派遣し、うち2隻はスカイ島沖を3隻はロック・デュイックの隣のロック・アルシュを巡航した。10日、ロック・アルシュを巡航した3隻、すなわち44門艦ウスター。 44門艦エンタープライズ、20門艦フランバラは、ロック・デュイックの北側に怒りを下ろした。占領時点でのアイリーンド南ーの地図、イギリス艦隊はまず、和平の旗を立てた船で上陸し、交渉しようとしたが、キウチのスペイン軍がその船に発砲すると、船は召喚され、イギリスの戦艦3隻は1時間以上上に、砲撃した。しかし、 強風のためすぐに出撃することはできず、イギリス艦隊は怒りを下した。翌朝、スペインの逃亡兵からの情報に基づき、ウスターの艦長で艦隊の指揮官である、チェスター・ボイール・大佐はエンタープライズを派遣して、弾薬を保存する倉庫を占領しようとしたが、艦隊の記録によると、陸上にいる反乱軍は、船が弾薬庫に接近すると、弾薬庫に火を放った。一方、 残りのイギリス艦2隻は上陸隊を準備しつつ、城を時々砲撃した。夜、イギリス艦隊は、激しい砲撃を援護にしつつ、ボートで兵士を上陸させ、城を包囲させた。上陸軍は城壁を登った後、軽い抵抗しか受けずに城を占領した。これにより、イギリス政府軍は、アイルランド人1人、大佐1人、スペインの隊員1人、召使い1人、 反乱スコットランド人一人、スペイン人、兵士39人を捕虜にし、火薬343バレル、マスケット銃弾五52バレルを奪った。政府軍は続いて、反乱軍がトウモロコシを貯めた納屋をいくつか燃やした。イギリス艦隊は、その後2日間をかけて、アイリーンド南城を破壊した。スペイン人捕虜は、フランバラに乗せられ、リース、続いてエディンバラに連行された。 放棄自体は6月10日に装備と補給が不足していたジャコバイトと残りのスペイン軍がグレンシールの戦いで敗北したことで終結した。アイリーン・ドナンは、その後、ジョン・マクニルが1919 19年に再建を開始、1932年に完成するまで200年間廃墟のまま残った。再建されたアイリーン・ドナン城とロック・デュイクのパノラマ、ありがとうございます。